4D オートは立体映像の投影装置を用いコンテンツと呼ばれる専用の 3D アニメーションを上映するショートムービーシアター施設である。大型の円筒形状の施設内部にシート状スクリーンを全周囲に設置し複数のプロジェクターを用い360度切れ目のない3次元映像を合成投影する。観察者は円筒形内部中央付近で 円変更方式の 3D メガネを着用することで、360度リッター映像空間に没入している感覚を得られる。特殊な映像処理により、観察者自身に映像が迫り、体を突き抜けたり、空間に物体が浮遊する表現の実現により、没入感を高めている。また、上映されるコンテンツ内容に合わせ、ボディソニックやエアー等の複数のギミックを連動させる。 ことで4 d 効果を図っている。没入感が高いため、長時間のコンテンツは不向きとされ、主に10分前後のショートストーリーとなっている。アミューズメント施設、商業施設向けの一般公開コンテンツのほか、観光、医療、災害対策等の各種シミュレーターとして利用できる可能性がある。アンカー等を用いた固定型の施設ではなく、常設タイプの機種でも設置、撤去工事は、 数日間で実施できるため、期間型のイベント工業や、移動型工業にも適している。期間型イベントでは、テレビ朝日、六本木ヒルズ夏祭りサマーステーション、無人島ゼロ円生活ぐるっと360度4、D シアターに使用された25人型の 4DO が44日間で5万人を超える入場者数を記録している。2017年には下半型タイプ、ギャロップがリリースされた。 この過半型タイプの 4DO は設置10時間、解体3時間と常設タイプよりも短時間での導入から撤去が可能となった結果、開催期間が数日程度の短期間イベントにもスムーズに 4DO を導入できるようになった。実際に2018年のゴールデンウィークに開催されたヤフオクドームキッズチャレンジイベントではわずか6日間の短期イベントにもかかわらず 4DO。 ギャロップシルバーが導入され、3488名の 4DO 入場客数を記録している。2018年に福岡市科学館の1周年を機に行われたクリエイティブスペースプロデュースコンテストで 4DO は大賞を受賞し、2018年9月末より1年間、福岡市科学館内のクリエイティブスペースで実機展示が始まっている。 館内に展示されている 4DO は、捜査員が不要な無人運用対応のシステムが採用され、客室の座席にはキューブ型スツールを採用するなどのカスタマイズが施されている。キューブ型スツール座席は、座席レイアウトの変更やイベントに合わせた座席撤去を可能としている。その他10名から100名定員までカスタマイズ可能。沖縄タイムス記事2014年3月21日版。 ありがとうございます。